今回は初めてのエディット選手を育ててみます。漫画シュートの神谷敦史を特殊エディットで作成。どのくらい育つのか果たして。このシリーズは、育成だけ取り上げているので短めの動画になります。個人的にも今回初めての作成でした。能力の詳細は特殊エディットなのでありません。王道のエディット選手といえば、高杉和也かしいな。指名、利き足、出身、ポジションを合わせれば特殊エディットの完成です。あら、どこかで聞いた気がする名前ですね。と言われれば成功になります。1年契約、年俸2億円、16歳で入団するので、育成期間はたっぷりあるのも良い、エディット選手。初期能力はどうでしょう。今まで王道で作っていた特殊エディットよりは大きくないなとは思います。細かいポジションは左サイドハーフ、ずば抜けた力があれば主力になるでしょうが、激戦区になりやすいところなので、神谷にとっては難しい戦いになるかもしれません。成長期が気になったので、選手一覧で確認、16歳で、これからが本格的な成長期という風に言われていました。成長タイプは早熟4だと思います。30歳付近までキープできる成長タイプで、厳密なピークは28歳くらい？萩原忠、野毛秀樹が同タイプです。練習メニューは他の選手とあまり変わりなく、まんべんないものに設定。特別視は正直していなかったので、不満が出なければいいやというものにし。キャンプ地も合わせる必要性を感じないのでロサンゼルスキャンプ多め、とはいえ、彼には多少合っている場所だとは思います。留学はボゴタに2年、合っているのかと言われると、何とも言えないです。全部の能力に変化を加えたいとすれば、後々見変えてしみると違う気がしています。留学にポルトアレグレ、キャンプにメデジン多め、だとまんべんなく伸びそうですが、さすがに彼に合わせるのも良くないのでやらずに、ボゴタで行きます。2年後帰国、割と大きくなって帰ってきました。そして現役最終年は、30歳、早熟なので、ピークを超えた契約最終年に辞めていったという流れですね。では、能力バーとポジション適性の成長の様子と、成績を見ていきます。16歳で入団し、留学、能力的には大体22歳あたりでほぼ完成だったと思います。それより気になるのがあって、全く試合に出ていなかった26歳、この時がピークの能力バーだったんですが、長年プレイしていて思ってたことがあって、試合に出さない方が能力バー大きいよねって思うことが結構あるので、それの一例が出たのかもと思ったりしました。サンプル数が少ないので、証明にはならないですけどね。続いて、ポジション適性と評価点など、特殊エディットだったので、なるべく使ってあげたいという気持ちがあり使いましたが、そんなに評価点は高くなかったなと思います。平均的には 7.3 くらいかな？もっとポジションに沿ったところで使えば輝くかもしれませんが、能力バーも含めて、高杉和也か、椎名耀などよりは厳しいなという印象です。個人的には高杉和也が一番使ってきたかな、椎名耀、続いて大空翼、田中俊彦、他のエディットも気になりますけどね。今回はここで終了します。エディット選手も面白いですね。ちょっとやりたいことが浮かびました。ご視聴ありがとうございました。